今日も速稼塾の朝のニュースをお届けしようかと思います。今日特にね、なんかこうどうしてもお伝えしたいことがあるっていうわけではないんですけども、うん、まあでもありますね。昨日ね、2つエピソードがありましたんで動画にまとめました。1つはですね、税金の無駄遣いがこんなところで行われているっていう動画なんですよ。こちらの方は更新情報でお届けしますので詳細をご覧ください。でもう1つはですね、銀行に行った時にちょっとこれはどうかなと思う手数料の話ですよね。ここはちょっとお話しましょうか。銀行に行って ATM でこうやって操作すると手数料ってお支払いすることになるじゃないですか。でもよく考えてみてくださいよ。手数をかけてるのはお客さんの方なんですよ。だから手間をかけたこっちが手数料をもらいたいですよね。で、銀行っていうのは ATM をボーンと置いてるだけで別に何もしてないわけですよ。なんでこっちが手数料払うのって話なんですよね。まあこういうふうなね、世の中のいろんなところに、まあ、激しく突っ込んでいくと言いますかなんか上げ足を取ってるだけのような気がしますけどね。で、今日はちょっとニュースと言いますか、私的なニュースですね。で、昨日ね、本を買いに行きました。だいたい30冊ぐらい買ったんですけども、まあ私はね、その中で漫画俺物語っていうのが結構好きでね、これを続けて読んでるんですよ。こういう風なね、少女漫画みたいなタッチなんですけども、まあ少女漫画なのかもしれませんけども、主人公は竹雄っていうね、こういう風な純日本風の九州男児みたいなね、そんな男の子ですけども、これがねかっこいいんですよ、すごく。うん、まあ心意気がすごいで、見てると愛着も湧くんですよね。で、竹雄の友達にこのかっこいいね、昼川くんだったかな、こう男の子がいるんですけど、これ一見モテそうなんですけども、あんまりモテないんですよ。っていうかモテるんですけども、まあね、冷静にいつも物事を見てるみたいなね、こうやった友情物語なんですけども、で、なんとね、この竹雄くんに彼女がいるんですよね。彼女はこれです。そう、これヤマトちゃんって言ってね、とても可愛らしいヒロインなんですけども、まあ最初からなんか心惹かれ合う関係でいいなって感じなんですけども、奥手な竹雄くんとこの純情なね、ヤマトちゃんの恋愛話に親友の昼川くんっていう男の子がね、こうやっていろいろと青春のパンチを食らわしたりするわけですよ。これがかっこいいなと思いましたね。で、まああと堀江さんの本今更買いました。こういうのはね、時代が遅れて買うのがいいです。言ってることはいつも新しいんで。で、人間失格とかね、まあ本を紹介すればいろいろありますけども、だいたいこれが今週の私のね、本ですね、読みたい本で。先週読んだ本がこうあるんですけども、先週読んだ本の中で1個だけ漫画があるんですよ。これがカメレオンって言って、私がね10代の頃に少年マガジンで読んでたんですけども、これがね、私はだからこれを見ながらどうやって突っ張るかのを勉強してたわけですよ。こうやってで、はっきり言ってね、まあなんていうの、まあ、突っ張りっていうの昔の表現で恥ずかしいんですけども、コスプレなんですよね。こういう格好をしてる先輩がいるから、漫画に書いてあるから、ホリデーオートに書いてあるから、こういう制服を着るみたいな、ヘアスタイルも真似するんですよ。真似してこういった人になりきってるんですよね。ということで考えれば、未だに私はね、もうなんかなりきってるっていうかね、コスプレするのが大好きなんだなと思います。やっぱりね、演じたい自分、本音で生きたい自分がいると思うんですよ。で、逆に言うと、なんで本音で生きられないのかなっていうふうに私は考えてしまいますよね。なんで本来の自分を出さずに隠して生きるのかなと、後で何か言われたら怖いのかなとかね、やっぱり人の関係を失いたくないのかなって、いろんな事情あると思いますけども、そもそも永遠に続く関係はありませんし、全てが歌方なんだと思うんですよ。今日の動画のまとめになりますけども、私たちはね、100年も生きてらんないんですよ。で、すぐに忘れられていきます。すぐに世の中が移り変わります。その短い人生、短い瞬間の中で嘘をつく暇なんてないんじゃないかなと。本音で生きないっていう時間なんて本当にもったいなくて使えないっていうか、そんな暇ないんじゃないかなと思うんですよ。だからできるだけ、やっぱりね、心から湧き出るもので生きていきたいなと思いながらの今日速稼塾の放送でございました。やっぱりね、本音で生きるためにはある程度のね、お金がいったりとか、ある程度の仲のいい関係とかいったり、いろいろあるんでね、それを構築するために人生の10代とか20代ってものを使ってきたのかなと思いますし、私の場合は40からやっと自分の人生が始まったって感じだったんですけども、それまではね、仕方ない人生を送ってきたかなと思います。狭い範囲のもので、いろいろね、
やりくりしてきたのかなと思います。今でも、うん、そんなに広がったわけではないと思います。狭い範囲は変わらないと思いますけども、おかげさまでですね、私のこうやってライブ放送を見てくださったりとか、 YouTube を見てくださったりとか、速稼塾っていうものに関わってくださったりとか、例のやつでお金を増やしてくださった方、こういったいろんな属性の中で私もですね、いろいろ学びながら皆さんと少しでもね、自分らしい人生が取り戻せたんじゃないかなと思います。本当に感謝でいっぱいでございます。これからもですね、皆さんに会いに行くために今度はね、ナイト2000でまずは7月22日宝塚北サービスエリアの方に伺いますので、お会いできる方、今ね LINE グループ13名の方が登録してくださいました。まだ保留の方っていうかね、深夜に送ってまだ朝起きてない方がいると思いますので、 2,3 人は増えるかと思います。まあ10人以上になったら本当は同じでございますよ。でこれをこれからね、2034フェスですから、2034年まであと15年間の間に1万人ぐらいの LINE グループにできるかどうかなっていうふうにぼんやり思ってますけども、まあそうならなくてもね全然いいんですよ。今のちっちゃいグループで濃くまとまっていくっていうのもこの速稼塾のやり方ですんでね、本当に人数が多ければ多いほどいいってもんでもないです。私たちは多数決から少数決の時代に来たわけですから、少ない仲間で濃く生きるっていうね、こういうのも新しい人生の選び方なんじゃないかなと思います。皆さんはどうお感じになったでしょうか。では本日は以上です。本当に今日もご覧いただきましてありがとうございました。